三木ロ風六6月23日から1964年12月29日は日本の詩人、童謡作家、歌人、随筆家。本名は三木美沙夫。イフテイに映画カメラマンの青井川道夫がいる。国木田ドッポの日いばばが三木家出身。その縁もあり明治45年、ドッポ刺しを刊行した。 近代日本を代表する詩人、作詞家として、北原白州と並んで、白露時代を築いた。若き日は日本における、象徴派詩人でもあった。1889年6月23日、兵庫県、一歳群辰野町に、父、三木節次郎、母、片野長男として生まれた。5歳の時に両親が離婚し、祖父のもとに引き取られて育てられた。 早熟の天才であり、小中学生時代から、詩や俳句、短歌を、新聞や雑誌に寄稿していた。1905年に17歳で、処女詩集、夏姫を、1909年には20歳で代表作、俳園を出版し、北原白秋と共に注目された。竜の中学校で1年学んだ後、中退して上京。 早稲田大学及び慶応義塾大学で学んだ。1918年頃から鈴木三重吉の赤い鳥運動に参加し、同様の作詞を手掛ける。1921年には、同様集、真珠島を出版した。本書に収録された、同様、赤トンボは山田工作によって作曲され、現代でも広く知られている。 1916年から1924年まで、北海道上磯町のトラピスト修道院で文学講師を務めた。その間の1922年、ここでカトリックの洗礼を受けクリスチャンになる。キリスト教の信仰に基づく詩集のほか、日本カトリック教師や随筆、修道院生活などを表し、バチカンからキリスト教聖騎士の称号を授与された。 1928年より、東京都三鷹市群れに在住。以来1964年に、死去するまでの36年間、この地に今日構える。当時の三鷹は、桑畑や雑木林が連なる武蔵野の農村で、群れ田んぼに霞がかかる、田園地帯であった。この地の自然を愛した露風は、出身地である辰野町にある、辰野城が、別名。 霞城と呼ばれたことから、群れに新築した自宅を、円霞荘と名付けていた。旧居宅は1990年まで現存していたが、現在は、庭の松の木だけが残り、三鷹市により、三木ロ風旧居跡として案内板が設置されている。所在地は、三鷹市群れ4-17-18.1963のの年に、市寺法省受賞。 翌1964年12月21日午前9時15分頃、三鷹市内の下連弱郵便局から出てきたところを、タクシーに跳ね飛ばされず外骨骨折で病院に運ばれるも、意識不明の重体となる。その8日後の12月29日午後3時35分頃に、脳内出血により75歳で死去。急居宅にもほど近い、大森寺別院墓地に墓がある。 海名は宗久モインアカレーロ風古寺。死去の翌年、1965年に君四頭随法賞受章。出身地の辰野市では、1985年より、ミキロ風賞、新しい同様コンクールを毎年開催しているが、2005年10月1日の市町村合併に伴い辰野市となり、コンクールの運営は、辰野市に引き継がれた。 2001年には、露風の功績を記念し、辰野市と三鷹市の間で、姉妹都市提携が結ばれた。1959年開校した、三鷹市立鉱山小学校には、校歌がなく、1963年、近隣に住む、露風に作詞を依頼して校歌が制定された。鉱山小学校の校内には、三木露風コーナーが設置され、 自筆原稿や年譜などの資料が展示されている。2009年2月、三鷹市は、三木露風生誕120周年記念事業として、露風が36年間暮らした、群れの地に、赤とんぼ児童遊園を開設した。三鷹大団地の建て替えに伴い整備されたもので、同様、赤とんぼの花碑や、露風の足跡を記した花碑などが設置されている。また、 三鷹駅南口の中央通り沿いには赤とんぼの姉妹の像もあり、赤とんぼの曲は三鷹市防災無線の夕方の時報にも採用されている。三鷹市のコミュニティバス、三鷹、シティバスは赤とんぼバスの愛称が付けられ、赤色の車体にとんぼのマークが描かれている。聖火アット、厚む園庭内、ふるさとの市費、 ふるさとの死費除幕式での撮影後列、大塚通八木吉美前列、吉川紀彦、ひ露風、中婦人、赤とんぼ石碑以下の山田工作作曲の作品がよく知られる。ありがとうございます。